332ピンの DIN41612 オスコネクタを備えたヌーベスグラフィックスカードビームラック背面の緑色のマザーボードに332ピンの DIN41612 メスコネクタが見える6個のメス332ピンの DIN41612 メスコネクタを備えたヌーベス製マザーボード DIN41612 は ラックベースの電気システムで広く使用されているコネクタの DIN 規格である。様々なサプライヤーの部品を連携させて動作することが期待されるオープンシステムにおいてコネクタの標準化は必須の条件である。DIN41612 コネクタの用途として最も広く知られているのはビムバスである。また、ヌーベスでも使用されていた。この規格は IEC6603 から2及び AN6603 から2として国際規格になっている。DIN41612 コネクタはセイントバス、フューチャーバス、ビムバス、マルチバス2、ヌーベス、ビキシーバスユーロカルドトラムマザーボード、ヨーロッパカードバスで使用されている。これらはいずれも19インチラックシャーシのバックプレーンの DIN41612 メスコネクタに ユールカードの DIN41610 に押すコネクタを差し込んで使用する。コネクタは1から3行の接点の行を有し、それら派行 A、B、C とラベル付けされている。接点が2行の場合は、行 AB、行 AC のどちらかとなる。各行の接点は16列、または32列である。つまり、可能な接点の数は16、32、48。 64、96のいずれかである。今日、列は0.1インチ間隔のグリッド上である。総抜け値からは3段階の耐久性のグレードがある。多くの場合、メスコネクタのピンはバックプレーンへの熱衝撃を避けるためにハンダピン接続ではなく圧入接続が行われる。コネクタの交渉の性能は1ピンあたり電流容量2アンペア。 動作電圧 500V である。これらの数値は安全要件や環境条件によって下げられる場合がある。DIN41612 規格に3つの異なるクラスがある。実際にはより複雑だが、基本的にクラス1は500回、クラス2は400回、クラス3は50回の間合周期に適している。ありがとうございます。